どうも、私は、一般企業に勤める、アラフォーサラリーマンで、副業で、Uber Eats配達員として、配達を行い、その報酬を、投資で運用し、FIRE を目指し海外移住を考えている一般男性でございます。それでは、本日は、2日分の、報告を行っていきたいと思います。10月3日月曜日、天候は曇り時々小雨で、稼働時間の方は仕事終わりの17時半からの1時間半稼働しました。で、ウーバーが3件の1690円という結果でした。で、月曜日は予定がありまして、19時までの稼働制限の中1時間半で終了しました。もう少し、走りたかったんですが、そこは、今日に回して頑張ろうと思い、やめました。そして、Uber の、稼働の、合間に、メニューも、一件挟みました。チップと、お得意様報酬を、含む、720円の、ショート案件を、一件配達しました。1時間半で4件で2410円はまあこんなもんかなという感じでした。そして本日10月4日火曜日、天候は曇りで、稼働時間は仕事終わりの17時半からの3時間半稼働しました。で、 Uber が6件の3853円という結果でした。で、今日は7時半頃までは、タイミングよくいい感じになっていたのですが、その後がまさかの1時間半無音という、悲しい結果となってしまいました。完全に秋の閑散期突入か、配達員さんが多く、需要と供給の、バランスが悪かったのかもしれません。また、明日以降切り替えて頑張っていきたいと思います。で、そして、Uber の1時間半無音の合間にメニューが1件なりまして、1338円のロング案件1件を配達してきました。たまにメニューさんはいい仕事をしてくれます。このロングがあったおかげで本日はですね、3時間半の稼働で Uber メニュー合わせまして5191円という結果となりました。一応5000円超えましたので、自分の中では納得です。ただちょっと3時間半というのが仕事終わり、長くやりすぎたかなという感じもあります。で、続きまして、Uber の配達報酬300万円を運用している FX ですが、本日の結果は、またまた坊主でした。ただ本日は少し為替に動きがありまして、OG ニュージー、あとユーロポンドがあたりはレンジ内に近づいてきましたので、今月は先月みたいな結果にならないんじゃないかなと少し期待はしております。先ほど始まったアメリカダウ平均の上げ幅は700ドル超えということで、調子がいいように思えるんですが、私はここ数日だいぶ下げてましたので、そこに対する一時的反発かなと思っております。そう思いたいです。で、まだ運用はできていない、Uber の、配達、現金配達で貯まった、D ポイントの方ですが、今日現在、79万、3900ポイントで、タイミングを見計らいながら、来るべき時が来たら、運用開始したいな。本日も、Uber 投資チャンネルをご覧いただきまして、ありがとうございました。
日々、フードデリバリーの、稼働報告と、投資の損益報告を行いながら、時たま、Vlog や、UberEats ネタを、織り交ぜていきますので、ぜひ、配達員の方やフードデリバリーに興味がある方、あと、投資をされている方で、共感いただける方は、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。一日の終わりや、稼働前、出勤前、休憩時などに、聞いていただけると、非常に嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。どうも、ウーバー投資チャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは Uber の報酬とその報酬を投資で運用していき、自分への防備力とすることでモチベーションを維持することを目的にチャンネルを開設しました。 YouTube を通じ配達員の方や投資家の方とつながっていけたりしたらいいなと思います。私は30代後半のアラフォー、バツイチの一般男性でございます。現在同棲中の彼女がいます。地方都市在住で、一応上場企業に勤めています。分譲マンションを購入して、住宅ローンをせっせこと払っています。経済的独立とアーリーリタイアができるように、現在副業として、UberEats の配達員、投資は、積み立て NISA と企業型確定拠出年金を満額、FX の、自動売買で、あとポイント投資などを行っています。で趣味は、旅行に行くことで、ギャンブルも好きです。であとお酒も好きで、食べることで、あと寝ることも好きです。 Uber の、配達員としての、配達歴は、約4年で7000配達、サボってしまう時もありますけど、コツコツと、配達をしています。であと投資歴は約10年で、本業の給料からは堅実に積み立て NISA、あと企業型確定拠出年金で、 Uber で稼いだ報酬を、今現在約300万円を FX 口座にぶち込んで、運用しています。 Uber の、配達を始めたばかりの頃は、本業終わりに、であと土日祝日予定のない日はひたすら頑張って、配達を行い、1週間の目標は約5万円として稼働していました。上のスクショが4年前の8月盆明け頃で4万9000円で、その翌週で約7万円でした。1日の自己最高は2万5000円程度です。でここ最近の稼働では1週間2万円を目標に稼働しています。で少し稼働が減ってしまったのは、FX や、ポイント投資の影響もあるかもしれません。 FX は、7通貨、を半自動で売買しておりまして、組み合わせは、ユーロ円で、あと OG 円でニュージー円で、あとカナダドル円で、あとユーロポンドでドルフランでニュージーランドドルで、あと米ドル5ドル、ニュージーランドドルという組み合わせで取引をしています。で、Uber の、配達報酬の、約1回分ぐらいで、決済をするように利確設定をしております。UberEats の稼働報告で、あと投資の損益報告で、お得な情報や、UberEats ネタ、投資ネタを、日々アップしていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。